鋼の錬金術師ドリームカーニバル。はー、シナリオモードだな。いろいろなキャラクターのストーリーが楽しめるんだ。ここではいろいろなストーリーが楽しめるの。プレイするシナリオを選択してね。これでいい？わかったわ。それじゃあ頑張ってね。おお、武術大会か。来た来たぞ、ついにこの時が。我が野望、ついに実現の時が。すべては私が大総統になってからと思っていたが、それを待つ必要もない。この大会で優勝すれば、軍に所属する女性の制服をすべてミニスカートにすることも可能だ。ついてこい、注意。注意？注意ならミニスカートのあたりで難しい顔して出てったっすよ。何？我が野望がきっと似合うな。そのうち殴られるっすよ。ならば仕方ない。アボック少尉、私の後衛を務めろ。無理っすよ。国家錬金術師が出てくるような大会に参加できるわけないじゃないっすか。そうだ、アームストロング少佐はどうです？炎の錬金術師と剛腕の錬金術師のコンビに勝てる相手なんかそうそういないっすよ。少佐は女性受けがな。こんにちは大佐、例の件片付いたぜ。鋼の、おお、ちょうどいいところに来た。君を待っていたんだよ。なんだよ。おお、珍しい組み合わせだな。中佐、大丈夫か？普段デスクワークしかやってないんだから。腕がなまってないか楽しみだな。やがし、お前らびっくり人間たちとまともにやってられるか。いでよ、我がセントラルが誇る究極のびっくり人間よ。お前らは単純だからな。俺の明晰な頭脳とこの究極の肉体のコンビネーションに太刀打ちできるかな。言いたい放題だな。どうする大佐？ここは共同戦線と行こうじゃないか。覚悟するがいい。行くぜ大佐、ぶっ倒してやる。あまり気が進まんのだな。壊して作る、これすなわち大宇宙の法則なり。レディー、ファイト。やめろ。大人げなかったが、ざっとこんなところかな。悪いけど今回は俺たちの勝ちだな。うん、悪くないな。チクショー。終わりま
ほう、こんなところで会うとはな。炎の錬金術師か。神の道に背きし者、我が神に代わって裁きを与えてくれる。待てよ、こっちにもいるぜ。鋼の錬金術師か。今日は良き日よ。二人まとめて倒せるとはな。面白い。炎の錬金術師の力見せてやろう。今度は負けねえ。行くぜ。どうでもいいけど、また俺置いてきぼりだな。どうにもこういう熱いのは苦手なんだよな。ま、行くか。兵は拙速を立っとく。この世のすべては俺のもんだ。レディーファイト。少し大人げなかったが、これが格の違いってやつだ。これが炎の錬金術師だ。覚えておきたまえ。やったぜ。今日のところは引いてやろう。ああ、今日は日が悪いな。おお、このような美しいご婦人と戦わねばならないとは、まことに心苦しい。噂に名高い炎の錬金術師にお会いできて光栄ですわ、大佐。あ、注意が見てる。あ、ギクッとした。情けないね、大佐。天下の炎の錬金術師も女の尻に惹かれてるようじゃ大したことないな。うわちゃちゃく。あらあら、仲間割れ。大丈夫？試合ではちゃんと楽しませてね。あまり気が進まんのだが。おいしそう。レディー。大人げなかったが、これが格の違いってやつだ。ちょっとやりすぎてしまったかな。やったぜ。仕方ないわね。お腹すいた。終わりました。
なんだ、どうした。最強の二人が来た。師匠と弟か。確かに手強そうだな。正直勝てる気がしねえ。珍しいほど弱気だな。それほどか。アルには喧嘩でまともに勝ったことないし、先生はそのアルを子供扱いで。アイサは女性に弱いし、アルは鉄の鎧だから炎は効かないぜ。確かに厳しいね。ここは本気で力を合わせるしかなさそうだな。了解。嫌だけど仕方ないね。勝てるかな。しかしやるしかなかろう。立ち止まるわけにはいかないからな。やるさ、行くぜ。さあかかってきたまえ。そろそろ始めようか。レディーファイト。大人げなかったが、ざっとこんなところかな。なんとかなったか。正直もうやりたくない。大したもんだね。ひどいや兄さん。注意。なぜここに。大佐を乙女に参りました。これ以上バカな真似はさせられませんから。うん、何してんだよこんなとこで。私も欲しいものあるんだもん。今日は強い味方がいるからね。負けないわよ。どうする鋼。どうするったってやるしかねえじゃん。まさかもっとやりづらい相手がいるとは。そうだな。お互い正念場だ。頑張ろう。行きます。覚悟しなさいね。あまり気が進まんのだな。よろしく。レディーファイト。やるじゃないか。大人げなかったが。
これが格の違いってやつだ。正直もうやりたくない。正直私もだ。仕方ないわね。悔しい。終わりました。願いを叶えたくば見事この私を打ち倒してみせよ。あまり気が進まんのだが、私も存分に楽しむとしよう。レディー、ファイ！任せたぞ。消えよ。燃えろ。燃えろ。やけどするぞ。この勝負、私の勝ちだ。これが格の違いってやつだ。悪いけど、今回は俺たちの勝ちだな。ちょっとやりすぎてしまったかな。見事だ。二人ともなかなかの手並みであった。大したもんだ。はっ、お褒めに預かり光栄です。あーしんど。ちぇ、結局今回は大佐にいいより使われただけじゃんか。まあそういうな、鋼の。今回は君のおかげで優勝できたようなものだよ。な、なんか気色悪いな。さあ、好きな願いを言いたまえ。私のできる範囲で叶えよう。そういや、大佐の願いって。いや、実に壮観だ。俺はこんなことのために。